200万人の社会人が手に汗を握ったハードボイルドエンターテイメント、マルサの女。おはようございます。あれから1年、あの板倉涼子がマルサカットを振り乱して帰ってきた。この石屋様、泣く子も黙る日本最強のタックスポリス、マルサ。彼らの合言葉は、俺らがやらなきゃ誰がやる。今じゃ芯がない査察官。そして権力を後ろ盾に、都市再開発にうごめく日本最強の地上げ集団、鬼沢一家。彼らの合言葉もまた、俺らがやらなきゃ誰がやるであった。高橋、俺は国のために地上げやってるんだよ。戦後40年、とどまることを知らずに値上がりし続けた日本人の最も信頼する財産、土地こそは日本経済の活力源であり、日本の庶民にとっては癌であった。止めろ、早く止めろ。200億の土地をめぐってうごめく人間たちの愛憎、暴力、物欲、権力構造。しかし彼らの不正に蓄積した莫大な隠し財産を、マルサの鋭い目は決して見逃しはしない。ガサ入れは明朝は任意を期して行う。国税局ですね。現代日本の最も生臭い土地問題を中心に据えて、被災伊丹十三が描く絢爛たる大曼荼羅、マルサの女2。これは私たちの美しい国日本の悪の自画像だ。